ざいます。元気すぎるわ。いやいや、ほんまに、ほんまに元気っすね。アホちゃう、ほんま。西成といえば、ほら、西成わっしょい、金ちゃん。おい、わっしょい、わっしょい、わっしょい。もう今日は、ここも使いつつ、はい、金ちゃんも、もう使って。はい、使ってて。ね。なんで金ちゃんに、ちょっと協力してもらったかっていうと、はい、な、はい、お前も、わかるだろ、あいつら二人ぬるいの。まあまあまあ、まだね。じゃあぬるいだろ、あいつら怖いっていうのを分からんわけよ。まあしかも YouTube 分かってないですね、まだね。そう、ね、うん、もうぬるいから。っていうか人生舐めてるやつやな。そういうことなんやろ。要はそういうことなんや。そう、若いからこの昭和の熱さが分からない、うん、それはもう今日もうドカンと金ちゃんの熱いの全部あいつらにバチコーンと。マジか、うん、もう捕まってもいいから金ちゃんが。アホ、エゴだろ。これが嫌や。俺が今真面目にやってるのに。いや、そりゃそうですよ。まだ龍珠貼られる。隣やしね。あかん、まあ言うたら、じゃあドッキリですか、今日は。もうドッキリ、もうしかも相当なドッキリ。あいつらには食べ歩きしようって言って、すぐここに来るんで、うん、まずいっていうか、そんな、なんか因縁をつけるから、最初はいいんだけど、もうどん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 ヒートアップしてヒートアップしてきて。で、最後にいつもの緊張をドカーンと。中か中津までやりたい。いや、まあまあ、ね。泣かしたいですね。うん。中津までやりたい。これでちょっとあいつら多分あと 2,30 分後に来るから、る違うとこでまた撮影しながらね、撮影しながら、よし、こっち行こうぜってから。あー、オッケーです、任せますね。じゃあ、キちゃん、あれやな、今日は大阪のデブと沖縄のデブのデブコンビやな。わっしょい、わっしょい、今日はもう重量級っすよ。おざます、おざます。やってきました、西成。やってきました、西成。いや、おや、言うなや。え、やってきました、西成とか。俺、今、歩むに、もう、歩み、いや、ちゃんと歩んでないし。ここは、どこですか。はい、やってきました、西成。イエーイ。今のまだに。今日は西成で、食べ歩きしていきたいと思います。しか。いや、気合い入れる、いや。はい、気合い入れた。行こう、レッツゴー。捕まらんかな。大丈夫、警察、警察が来たら喜ぶよ。行きたいと思います。はい、行こう。1回だけ、1回だけです、今日は。最高、俺ってかクオリティをしてますよ。そうだな、最近やってんじゃん。そうだよ、ややれや。前は自然にやったけど、最近そういえばみんな走れなかったら。じゃないわけよ、痛いわけよ。いや、でもでもビビってるさ、やってないから。やりたいのに勝ってたよし、うん、違う違う、別に受け身が痛いとかじゃないわけよ。いや、ぬるいな、受け身がとかじゃない。ユーチューバーじゃないもん。うん、いや、ぬるい。違う違う。事情があって言いたいわけよ。だから今から楽しみよ。俺も食べるの好きだから。そうっすね。はい。はい、こうちゃん、はい。撮影。連れてきた、連れてきた。なんか、マイフレンですか？マイフレン？キクチ。あ、キクチ。大丈夫ですか、大丈夫ですか、行きます。西成って日本ですか。やばいやばい、ほんまに日本ですか。ちょっと待ってください、人が倒れてます。やばいやばいやばい、日本ここ、ちょっと危ない、危ない危ない、ほんまに。後で、後で、また後で、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 バイバイ。確かにホームっすね、確かにホームっすね。じゃあ、今日じゃあ一発目、早速じゃあ行きたいと思います。俺の出頭するね。いや、お前、やっこい勝つのボラ落としてる。20日くらい、ただで本当に食べたことあるし。ダメ、ダメ、あんなよ。食べ歩きじゃないよ。俺の行きつけの店、まず1店舗目ね。あー、やっぱ西成といえば、淡路屋。はいはい。このうどん屋さん、どん、こっち。ね、撮影か。びっくりした。あ、こういう声なのね。なんか食べる？なんか。じゃあおすすめを。おすすめ。こっちはおすすめ、めっちゃ美味しいらしいんで。キクちゃんも結構来るんでしょ。そう。大将とはもう長い付き合い。あ、長いですか。かれこれもう1、2年になる。おお。色黒いな。はい。そう、色ハーフ？ハーフ。俺もハーフ。そうなんです。どこかしてるか。どこ。和歌山と三重県のハーフ。まあまあ、でも今のはちゃんと反応しなあかんかったわ、うん、ここでみんな動いてる書き出して常連の方多いですね。まあまあまあな、みんなフレンドリーですよね。みんなフレンドリーですね。そうですね。キクちゃん、この西成でおすすめ何店舗ぐらいあるんですか。20から30はあるな。めっちゃあるっすよ。めちゃめちゃ歩いてるじゃないですか。食べ過ぎたらやばいっすよ、食べ歩きなんで。まあまあまあ、一回じゃあ食べるか、今日食べ歩き、はい、ちょ
っと俺の自己紹介していい？ああ、全然、はい。ちょっと、はい。あのデブ、あいつなんかもういつも常連みたいな言い方しとったやろ。ああ、な、腹立つから、吸うと、吸うやれやん。ああ、はい。吸うと、ピスタソース、はい、色付けしようだから。はい。あとドラム全部食うんかな。あこれもう吐いたりとかアンチ的に絶対やばい、ね。あそれはやばいです。それはやばいです。そうはできないです。絶対食わそうな。はい、間違いないですね。それだけやね。はい。まあということでね、あうちの店またよろしくお願いします。あわかりました。はい。はい、西成来たらみんな淡路屋さん来てください。うどん美味しいんでめっちゃ。早いっすね。来たよ来たよ。ありがとうございます。熱いぞ。おお。美味しそう。うまそう。おーおー、ね、おー。おお。はい。全部違う。これサービス。いややっぱりな。キクちゃん言うたらやっぱり結構来てくれ一人でも。ああなるほど。疎開やりやん。はいはいはい。サボってちょいちょい来とんねこいつ。え？ほんまに早い時間に。トイレって言ってる。あ、ごめん言うと思った。じゃあちょっと早速熱いうちに行きましいただきましょう。食べよう。じゃあキクちゃんから行きますかじゃあ。キクちゃん口の中ガーッと意外いつもの感じで。いただきます。はいよ。むせちょっと息を良すぎたんじゃないですか。むせすぎっすよ。女の子の量しか食べてないっすよ。いやいやあんまりカメラ回っての話が多分焦ってるのかな。ちょっと焦りすぎっすよ。焦りすぎっすあ焦ってむせすぎっすやん。あごめんごめん。いじみとななみしみはいよ。キムちゃんこれも開けて全部開けて全部いっててなあ。そうそうそんな感じそんな感じそんな感じ。いつもいつもこれもそうなの。えおいつもやりここ一目ないなと思ったらキクちゃんがいつも使ってるんですよ。このさ、いつも座って食べてるんですよ。ええどうした自分で入れたのに、うん、えいつもの感じやろうまいうまいですね、はい、うまいいつもの感じうまいうまい、美味しいです。な美味しい美味しい美味しい、はい、絶対美味しい。いやもう人のは取ったらあかんわ。人のは人の取ったらあかんわ。なお前病気持ちって聞いてるからあかんあかん。おらないでください。怖い、うん、アホ映るで、うん、映るっす。まあ食べへん腹減ったら言ってたんキクちゃん、なんで喋らないですか。大将、はい、美味しいな。美味しいよ、うん、いつものキクちゃんスペシャルやから。入れすぎちゃうんすか、一味、うん、地獄になってますよ。一味で、ああ一味でもせてんねや。俺のお茶勝手にパクっていけよ。よっぽど、何どういうこと。ちょっといや、お前人のとったらあかんぞ。どうやねん、普通やろ。ちょっと辛いだけやろ。辛いはい、でも病気も。あ、じゃあ、病気いいかい、食べてみ。大丈夫ですか。ちょっと、くそまずいですね。めっちゃ、美味しい。いつも美味しいけど、美味しくないよな。じゃあ、これ、正直に言った方がいいな。3種類頼んだけど、3種類美味しくないです。お金払えないでしょ。え？お金払えないんだ、この味は。もう、だからもう最悪、もうこっちだけまずいから、カットして。ここ 1店舗目にしないで、うん、別1店舗目にしてから流しましょう。どうでしょう。次ああ、いや、ちょっともう熱いんで。え、もう熱いんで。なんで残してるの。いや、うまない。お腹いっぱい。ほんま。いや、でも熱いよ。お腹いっぱいで。いいから食うじゃん。大将、うまいやろ。美味しいです。うまいね、うまいね。うまいね。うまい。うまいよね。クワンカイエグリはクワンカイ。いけ、ドロドロといいよ。大将、俺の常連のお店に来て、なんか美味しくないとか。どういうこと。いや、先輩もそんなされてるんですよ。僕も黙ってられないです。何もない。何もない。なんか、僕いいよ。いやいや、食ってますよ。食えない。あんま美味しくない、食えないですもん。あゆめ。うまない。うん、全然。じゃあ、いいでいいで。何、何。いいもん。いや、先輩連れてきてもらったらいいけど。もう無理っすやん。動画にもできないっすよ。いいってもう何も言うやん。何の話やん。そんなそんな。もう動画できないし、一店舗目でこれ食べる。いいってもう言うなって。そんなもん。美味しくない。ね。って思い言ってたさ。じゃあもう。それははっきり言うよ。ピッチャーは何も言わないから。ちゃうわ。じゃあ、それは。お前、お前いつも来てるやないかよ。俺は美味しいっすよ。お前なんで残してんの。いやいやいや、俺は美味しいっすよ。お腹いっぱいなだけでしょ。正直言ってください。いやいや、美味しいのにや。黙れや、言うな。じゃあ、美味しい、美味しいのにや。僕もそんな言ってるっすもん。いや、ちゃうかな。美味しくないから、美味しくないっすね。うどんか。はい。お前、ちょっと来い。みんな、それ、余計なこと言うなって。言ってないじゃないっすか、誰も。お前、出して作るなと、マジオータンか。今回、一口で味見て。マジオータンは、お前どころら。あ
お前はどこら全然美味しいですよ。全然もちょっとどういうことで沖縄全然お願いお願い。僕らやっぱ沖縄のうどん好きだね。大阪やからもう。沖縄は関係ない。日本料。じゃあもう関係ですよ。僕は沖縄のうどん好きです。ああ。